プロデューサーさん？予定、聞いちゃダメだった？はい。うん、花だよ。もしかしなくても、ものすごくお疲れですか？今日のスケジュールというか、細かいタイムテーブルをお伺いしようとしてたんですよ。そしたらプロデューサーさんが、待ってくれって。立って寝てんのか。大丈夫？お仕事だから？やっぱ寝てんだろ。プロデューサーさん、本当に大丈夫ですか？休まれた方がいいんじゃ。今？ならいいんですけど。プロデューサー。よくはない。あんた、引っ張られてるよ。私含め、こっちの世界の存在と関わりすぎたんだろ。いい加減、戻れなくなる。終わりだ。この話に続きなんてね。分かったら戻んな。
誰だ？ルカちゃん、知ってる人？いや。名前知ってるんだ。どうして？ストーカーか？もしかしてプロデューサーさんですか？はい、噂で聞いたことがあります。自分のことをプロデューサーって名乗る人間の話。別の世界の私たちにそっくりな女の子を知っていて、その話を聞かせてくれるって。アイドルっていう夢みたいなお仕事の物語を。そうなんだ。じゃあプロデューサーはその私たちに似てる子のことも話せるの？コメティック、もっと聞いてもいいですか？プロデューサーさんのお話って幸せを生むらしいんです。特別な能力なのか魔法なのか、自分でも感じてみたいってずっと気になってて。そうなんですね。そう言って逃げようとしてるだけじゃねえの？私はプロデューサーの血を飲むと幸せになれるって聞いたけど。そっか、そんな噂もあるんだ。確かに血って一番エネルギーが詰まってるし。じゃあ飲む？いいかもな。来るなよ。終わりまで目閉じてろ。じゃなかったら飛ばすんだな、意識でも何でも。来るな。最初からそう言ってる。それが私の望みだよ。あれ？ルカちゃん、ハルキちゃん、見て、人間が落ちてる。あ、プロデューサーさんだ。また来ちゃったんだ。どうして倒れてるんだろうね。さあ。
動けないんですか？ほっとけ、もうすぐゾンビにでもなるんだろ。ああ、そっか。そうなったら仲間だね。まさか。いらねえよ、そんなやつ。話を聞かねえバカに用はねえ。こっちの言い分を信じねえやつもな。ん？何の話？ふん、こっちの話。行くぞ、構うな。はーい。それじゃあプロデューサーさん、お気をつけて。その状態じゃ難しいかもしれませんが、では。プロデューサーさんは飲み物何がいいかな。疲れてそうだったし、甘いもの。甘いもの、おしるこならあるよ。え？あ、甘いのこれしかないんだ。これはどうだろうね。だよね。あ、ルカちゃん。ねえ、ルカちゃんだったら買う？おしるこ。は？今迷ってるの。買わねえ。そっか。不在でごめんね。決まってたら先にどうぞ。まだ買うのかよ。うん、プロデューサーさんに差し入れしようかなって。うん、だからならいいんじゃねえの。え？じゃあ買おうかな。